ビルを演じるとの、はい、お笑いの、舞台のみならずテレビ、ラジオ、映画、CM にも多数出演中、はい、所属する、沖縄のお笑い団体演芸集団 FEC では団長として多くの芸人を引っ張っていく存在となっております。はい、はい、それでは皆さん盛り上がる準備よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。それでは行きましょう。ゴエク演唱ステージです、どうぞ。拍手で迎えてもらって本当にね、嬉しいけどね。はいはい、どんどん音を通していく。はいはい、ありがとうございます。はいはい、とっても本当に嬉しいよ。ありがとうございます。たくさんのお客さんでね、はい、迎えてもらって本当に嬉しいんだけど、ね、ありがとうございます。一つだけ言ってよ、こうね。何でしょうか。いいね。はい、私がこっちのテントで待ってるのに、はい、誰も挨拶に来ない ね、 そうですね。いや、誰も来なかった、それはね。本当だったらあんた方が先に私のところに挨拶に来るべきだよ。はい、私が若かったらあんた方の人生チンダミしてたよ、ワッチャメイ。はい、よろしくお願いいたします。今拍手のタイミングです、すいません、ありがとうございます、ね、あの、ごゆく先生が大声を出したタイミングが拍手のタイミングになってますんで、ね、そういうことでは別にないから、内容があることは何も言いませんので、拍手しなければ大声出したタイミングでお願いします、ね、内容ぎゅうぎゅうに詰まってるよ。よろしくお願いします。いや、挨拶に来なかったって言うけど、うん、何人かね、あの、話しに来てくれた子でいたじゃないですか。あの、今写真撮って姉さんとか、ね、いたね。 あんたあれだよね、うん、海南省だよね、海南省だよねって言ってましたよね、うん、何でも分かるよう自らして、何でも分かるよ、あんた私前島小学校だよね。ああ、そうだった。あんた上野山中だよね、上野山中だよね。もう何でも知ってる言うけど ね、うん、ね、私那覇中だからね。全然違うじゃないですか。どこの情報ね、あんた。何も当たってないですよ。ね、いや、イエーイじゃないですよ。笑顔で恥ずかしがってください、もっと。間違ったことに対して。ね、うん、教えた人に、教えてもらった人、チンダミしてあげなさい。はい、はい、よろしくお願いします。今日、陽気大さん、2日目ですか。そうだね。ねえ、いや、盛り上がってるね。うん。さらに私が歌で盛り上げてあげるからね。うん、ああ、それはちょっとどうかわかりませんけども。いや、盛り上げるよ。ね、大丈夫よ。ねえ、もう皆さんもね、うん、楽しんでいただければと思いますんでね。はい、でね、はいはい。歌で盛り上げるんだけどもね。はい。ちょっと聞いとこうね。何でしょうか。去年の10月に CD アルバム全国発売したけど、わかるよね。そうなんです、ごよく先生ね、去年10月にこっちのいるというごよく先生の曲も入ってるアルバムがビクターエンターテイメントからメジャーデビューしたんですよ、ごよく先生ね。ああ、拍手ありがとうございます。はい、ありがとうございます。わかるよねというか、うん、勝ったよね。いや、それはもう見に来ていただいてますから、ね、それはね、それ私を見に来てくれるくらいだからね、はい、絶対買ったんだろうね、うん、私の CD アルバム、はい、買ったという人手を挙げてごらん。はい、買ったよっていうね。はいはい、1、はい、2、少なさよ。全然いないですね。なんだったら前の男の子は一旦上げてから下げよったら、下げた。こんなお母さんもこんな恥ずかしいことを手を挙げない。恥ずかしくないよ、何も。私の CD 買うことになんなかったら恥ずかしいね。あ、ね、買いなさいよ。あ、でもラッキーで、あんたなんか、はい、私の CD アルバムね、うん、ダウンロードもできるからね。iTunes でも買えますんで、ね、今スマホ出したい、買いなさい。ぜひよろしくお願いしますね。ポチッとやりなさいね。もうね、あの、ごよく先生が出始めてから、はい、登場してきてから、うん、前の男の子がずっと芝生をいじってるんですよ。多分だから、嫌なんだと思う。私の問題ね。ねえ、おじいちゃんは、おじいちゃん見に来たと思いますけど。家庭の問題があるんじゃない、なんか。お孫がね、もう、お孫さんがもう帰りたい帰りたい。もう、テニスのボールボーイの状態でちょっと座ってます。今にも駆け出しそうな。いや、楽しいから見ていきなさい。おじいちゃん、そして、教えなさい、私の良さを。あ、
あ、パパ、パパですよ、すいませんでした、申し訳ない。ゆくさえな親子ですか。これは失礼いたしました、すいません。もうあんなに頭皮を気にして、すいません。そうだね。すいません、申し訳ありません。髪がね、そうね、あんまり言わんこうね、入らないです。はい、かぶります。小雪先生のカツラかぶりたいですって言ってますけど。いいね。はい、言っとくよ。はい。地毛だよ。あ、こっち。地毛みたいです。私のは地毛に素顔だからね。ね。まあ、触りたかったら触ってもいいよ。あ、そうそうですね。一応言っとくよ。触ってもいいけど、はい、うん。掴んだらダメだよ。ね、事故が起きるからね、大変なことになりますから ねよろしくね、はい、じゃあ早速歌いきましょうか。はいはい、ね、うん、まずはですね、五翼先生が、うん、お菓子がチョコレートとかお菓子が大好きで、はい、まあ、作った歌、まあ、ね、楽しい賑やかな歌になってますんで、うん、こちらの方からまず1曲目いきたいなと思いますんでね、うん、あっちもいる、はい、あっちもおいで、はい、おいやってるよ、おいで、ほんとにあんたなんかどっから見てるのよ、後ろから見てる、背中から見てどうするか前に来なさい歌始まるからゆっくり来てね、はい、はい、では行ってみましょう、小泉先生、はい、はいはい、チュンド音響さん CD3 番かけなさいね、言わないでも分かりますから、打ち合わせしてるでしょ、ゴエク栄翔、ゴエクッキー栄翔からシャメ。さあ皆さん、拍手よろしくお願いいたします。イチャンダラブに服装の保育園からケロタイユカルヒマサルヒバレンタインシムワサワサハイキャンスウムジルムンシンカルチャーチューヤラブの忘年祭マジュンアシバナカナガナと合格発表アランシア、はい、ラブ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 チョコ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 チャメ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 ゴエクッキーショコラ、ゴエクイショはねバレンタインが大好きなんだよ、わかるよね、一デジ中夜ラブの大綱引きゆかるひまさるひバレンタインみぐるぐる大キャストひるまさん生きがんちゃ学校終わりの帰り道誰かいるような数字はなんでかしどりかじゃりふう、はい、ちむどんちむどんどんみぱしパチパチミサガクミサガクガクゴエクッキーエショコラ、あ、バレ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 タタタンタンタイン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 ゴエクッキーエショコラ、あ、ラブ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 チョコ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 チャメ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 ゴエクッキーもらったお返し礼儀です。今のところまだ誰からももらってないんだけど、どうなってるのかね。今日もこの後すぐ帰る時なんだけど、どうなってるのかね。弟子たちからもらえるかなと思ってたけど、みんなすぐ帰りよったね。どうなってるのかね。稽古終わりにサプライズがあるのかなと思ってちょっと待ってみたけど、本当にすぐ誰もいなくなったね。どうなってるのかね。だけどね、いいね、辻からもらえるからいいけどね。どうもありがとうございました。ウェルキーエイショコラ、ありがとうございます。ユエデビルね、ありがとうね。ねえ、五翼先生が歌ってる時に、あちらの白いシャツのニーニーが沖大の坂をダッシュで駆け上がって。